はい、それでは本日のですね、趣旨説明から始めさせていただきます。一応ですね、皆さん全員ミュートにしていただけましたので、ありがとうございます。これからですね、3人の STS ステートメントの発表者の方が発表されている間はずっとミュートになさってください。で、一人一人のですね、発表が終わった後に、質問、皆さんから質問やご意見をいただく時間を、設けますので、その時にですね、質問あるいはご意見を、おっしゃりたい方は、発声する時にですね、ミュートを解除して、ご発声をお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。で、本日のプログラムですけど、私の方でですね、簡単に趣旨説明の方をさせていただきまして、その後ですね、九州大学の大学院生3人がですね、それぞれSTS ステートメントを発表いたします。大体15分ぐらい発表していただいて、その後ですね、質問あるいはご意見の時間をも、その設けますので、どうかよろしくお願いいたします。はい。それではですね、趣旨説明ですけれども、このような流れで、約10分ほどですね、説明させていただきます。まずですね、この STS ステートメントを、今回オンラインサイエンスセッションというのは、日本でも最大のと言われます、このサイエンスアゴラのですね、イベントとして、実はですね、今回で、サイエンスアゴラのイベントとしては、今4回目になります。で、これはですね、九州大学で、現在実施しております、政策のための科学を担う人材育成の取り組みの一環として、行ってます。で、政策のための科学って何かって言いますと、これはですね、2011年にですね、文部科学省がですね、政策のための科学の教育研究拠点事業ということで、スタートさせた、教育と研究の取り組みなんですね。で、その目的は、科学的な根拠に基づいて、政策を立案できる人材を養成する、このような目的で、スタートしました。で、現在ですね、九州大学のほかに、東京大学、その京都大学、大阪大学、そして一橋大学、それとですね、大学院だけの、大学で、東京にあります、政策研究大学院大学ですね、これら6つの大学で、この政策のための科学の教育研究拠点事業というのが行われています。で、科学的な観点でですね、政策を立案できる人材を養成するっていう説明をしますと、じゃあ今までの政策っていうのは科学的な観点に基づいて立案されてなかったのかというふうなことを必ず聞かれてしまうんですけれども、その実はそうだったんですね。で、これは2009年に、当時は民主党政権の下で事業仕分けというのが行われまして、で、その時にですね、スーパーコンピューター K ですね、の開発予算が事業仕分けの時に批判されてしまったっていうことがありまして、今、参議院議員をされている蓮舫さんですね、から、そのスーパーコンピューターの能力は世界一を狙うということで、お金をかけるということですけど、2位じゃダメなんですかっていう有名な質問に対して、うまく答えられなかったということに対して、その反省のために、このような教育研究の事業を文部科学省が始めたという、そういう背景が実はあります。はい、それでですね、九州大学はその採択を受けま、政策のための科学の教育研究拠点事業の採択を受けまして、2013年からですね、科学技術イノベーション政策専修コースという、大学院の教育プログラムをスタートさせています。で、この科学技術イノベーション政策専修コースは、
まあ、科学技術イノベーション政策概論ですとか、まあ、環境エネルギー政策、地域サステナビリティ、東アジア地域の科学技術イノベーション政策など、全部でですね、10科目の大学院の九州大学では基幹科目と呼んでいるんですが、九州大学のすべての学部研究科、九州大学では大学院の研究科のことを学部と呼んでいるんですが、医学部から文学部まで、理系文系を問わず、修士課程博士課程を問わず、すべての大学、九大の大学院生が受講できる、教育プログラムとしてスタートさせました。また、科目等履修生という形で、地域の社会人の皆さんにも、このコースの授業を受講できるように、そのコースの方を開放しております。で、この中にですね、この科学技術イノベーション政策専修コースというコースの中の1科目として、科学技術社会論概説という科目を設けてまして、で、本日のですね、このエッセイスステートメントというのは、この科学技術社会論概説でを受講している大学院生の皆さんの課題として作ってもらってるんですね。で、まあ、科学技術社会論、あるいはその STS、まあ、STS ステートメントっていう言葉の背景ですが、これは科学技術社会論、まあ、サイエンス&テクノロジースタディーズ、あるいは、サイエンステクノロジー&ソサエティという、まあ、英単語のですね、略称を取って、まあ、STS っていうんですけれども、まあ、科学技術と社会との、そのまあ相互作用を、まあ、科学技術の社会的側面についての人文社会科学的な研究教育という、まあ、定義が与えられています。まあ、科学技術とですね、社会との、接点で起こる問題をについて研究をする学問領域ということです。はい。で、この科学技術社会論概説の目的は、この、まあ、科学技術イノベーション政策の対象となる、まあ、様々な知識生産の課題について、まあ、この STS の観点から理解を深めていただくということが、この科目の設置目的です。で、教育目標としてですね、まあ、その科学技術社会論に関わる学習をしていただくんですが、その中にですね、受講者が STS ステートメントを作成し発表できるようにするということを教育目標として掲げています。それでですね、この STS ステートメントというのは何かということなんですが、科学技術の発展がですね、これまでの人類史の中で社会に及ぼした影響をですね、プラスとマイナスの側面について、まあ、把握をし、未来へ向けた科学技術と社会の新しい関係構築、あれでしょ、ソファー席でしょ、個人的に発すべきことを明らかにする。俺ちょっとこのイベントを聞きながら、すいません、サイエンスアゴラっていうイベント、すいません、ちょっとミュートにしていただけますか。はい、すいません。はい。まあ、その個人個人が科学技術と社会との接点で起こる問題に対して、まあ、向き合う、その中身をですね、ステートメントにして社会に向けて発表していただく、まあ、こういう目的です。で、具体的な中身なんですけれども、まずその九州大学の大学院生が基本的に受講者なので、まあ、社会人の方もいらっしゃるんですけども、まずその自分の研究テーマを簡単に説明してもらう、修士課程の院生であれば修士論文のテーマ、博士課程の院生であれば博士論文のテーマということになります。社会人の方であればご自身のお仕事の内容、専門分野の内容ということになります。で、その研究テーマの成果がですね、将来の社会に及ぼす影響を予測してもらうんですね。例えば研究成果が製品やサービスとして社会に普及していったときに何が起こるか、例えばその環境、新しい環境問題を起こしたりしないか、文化や社会に及ぼす影響というものが考えられないか、こうしたことをその考察していただいて、問題が起きそうな場合に自分はどう行動するかということを考えていただいて、以上をですね、宣言、ステートメントとして社会に向けて発表していただく、まあ、このような内容です。
で、まあ、とは言ってもですね、自分の研究が将来何か製品やサービスになるってことはないという方もいらっしゃいますし、特に文化系の方ですとそういう方もいらっしゃるでしょうから、そういう方にはですね、ご自分が関心を持つ科学技術の課題、これは何でもいいです。原子力発電でもいいですし、ゲノム編集技術とかそういったご自分が関心を持つ科学技術の課題を取り上げて、その課題がその将来の社会に及ぼす影響というものを予測していただくと。ただし文系の方であれば、まあ、専門分野についてはよくわからないのが当然ですから、その予測をですね、その予測の正確性をどう担保するかということを考えていただく。例えば専門家の話を聞いてみるとかですね、そうした新しい技術についてのその解説書を読むとか、まあ、いろんな方法があると思いますが、そういう方法を考えていただいて、何か問題が起こりそうな時にご自分はどういうことをするか、何をするかってことを書いていただくと、それをそのステートメントとして社外に向けて発表していただく、まあ、このような内容になってます。はい。でこの STS ステートメントの評価軸、まあ、教育のプログラムなので、まあ、評価を しなければいけません。まずそのこれから発表していただく皆さんの発表内容が分かりやすかったかということ、これが大事ですね。それからその発表者の方はその研究の問題点を予測できているかどうか、そしてその予測が正確かということですね、正確だと思われるか、また予測結果への対策が明確か、まあ、こういったことをですね、その方について発表を聞いていただいてですね、お考えになっていただければと思います。はい。で毎年ですね、福岡市内でですね、九州大学では毎年福岡市内でサイエンスカフェを開催いたしまして、まあ基本的には大体3人から4人の大学院生に発表していただいてるんですけど、まあ今年度はですね、新型コロナウイルスの感染症がまあ広がったということもありまして、リアルでのサイエンスカフェは実施できずですね、オンラインで7月に実施したということであります。はい。以上がですね、本日のこの STS ステートメントサイエンスセッションの趣旨説明ということでありました。それではですね、これからですね、3人のですね、九州大学の大学院生の皆さんに発表をしていただきます。それではですね、最初にですね、また最初にご発表いただく方ですけれども、門田さん、これからちょっと発表のご準備ということで、共有の方のご準備をお願いいたします。今私の方で共有を解除いたしましたので、ですね、ちょっと待ってくださいね。今はい、今ですね、画面を共有できるようにいたしましたので、ご発表資料の共有をなさってください。はい、声は聞こえてますか？はい、よく聞こえます。あ、はい、少々お待ちください。共有はできましたか？はい、今始まりました。あ、はい。共有できました。よろしいですか？はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、はい、それでは始めさせていただきます。はい。それでは私門田の方から報告させていただきます。私はタイトルありますように、薬害を引き起こす医薬品不純物の社会的影響ということで、まあ、副題としまして、専門職としての技術士の役割、まあ、このようなタイトルで今回、時間をいただき報告させていただきます。よろしくお願いいたします。私は、今年の3月ですね、九州大学大学院経済学部の産業マネジメント専攻、通称QBS と言っておりますけれども、九州大学のビジネススクールで MBA を取得しました。まあ、その中で小林先生の社会技術社会概論の中で、
課題としてですね、今回課題で発表させていただいた内容を今回ご報告させていただきます。で、特に今日焦点を当てますのは、薬害ということと、その医薬品の中の不純物、そして、流通地と、この3つ の, ポイントをに焦点を絞ってお話しさせていただければと、お話しさせていただきたいと思います。で、本日の構成ですけれども、1から5あります。まずは薬品の不純物というものは何かということと、その不純物が社会に影響を与えること、そして社会との向き合い方、これらに対してどのように対応していくのかということを、この3つの観点からアプローチをご報告させていただいた上で、最後には私自身のどう行動するか、そういうことを最後に述べさせていただきたいと思います。まず1番目です。薬品の不純物の課題としましては、まずは薬品、皆さん風邪をひいた時とか、そういう時にお薬を飲むかと思いますけれども、一つの錠剤を眺めると科学の技術を吸い集めた産物であると言われてもピンとこないかもしれないんですけども、皆さん薬を飲んでると風邪が治ったり、そういうことを考えると、非常に化学技術の結晶であることは間違いないかと思います。ただ、医薬品、先ほど小林先生もありましたけども、社会にはその生と負の影響があるということですので、この今回の大きな課題であります、そのようなところにも、今回焦点を絞ってですね、報告をさせていただきたいと思います。で、特に最近新型コロナの影響でワクチンが早く開発できないのかとか、もう米国の会社が 95% 以上の有効性が得られたという話がよくニュースで聞くかと思います。まさしくその話と同じような話です。で、薬害と言いますのは、この安全性、品質、有効性、医薬品というものは日本の薬機法というものに記載されていますけれども、この3つが満たされて初めて薬が世の中に出ていくという形になっております。ベン図で表しますと、このようなベン図で表しまして、最終的にはこの3つの要素が合わさったものが、世の中に薬が出ていくはずだということであります。ただ今回その新型コロナのワクチンでもよく有効性って話がよく出てくるかと思うんですけれども、薬害に関して言いますと、有効性当然効く、種の作用と副作用というものがありますけれども、そういうものを含めて、有効性よく効くというところですね。これと、品質、いい、例えば 100% の純度で物が入れる、あと安全性ですね、その副作用がない、こういうものを当然すべて満たしておく必要があるんですけれども、特に薬害に関しては効くというよりもその安全性ですね、その副作用とか後遺症、そういうものが残らないかということが非常に大事なところかと思います。皆さんご存知かと思いますけれども、薬とリスクという言い方をよくされます。ベネフィットと、そういう言い方もすることもありますけど、確かにこれは薬が治ったり、一方では副作用に関してはもうその健康被害が出てしまうということが、負の影響であったり、正しく薬一つ取ってもその物の剣ということが、よく言われています。で、2番目としましては、今回ちょっとその薬害っていうところをお話しさせていただきたいんですけれども、これは厚生労働省の方から薬害学ぼうっていう資料が、中学生向けの資料が出ています。ちょっとこれを利用させていただいて話させていただきたいんですけれども、まずその薬害、戦後の薬害の話って言いますと、このジフテリアの予防接種による健康被害というものがまず挙げられます。まさしく今の新型コロナのワクチンの話とよく似た話で、これもその製造過程の中でその不純物が含まれたことによって、悲惨な薬害を起こしてしまったということであります。最近でありますと、HIV とか、エイズの話とかですね、新型肝炎、そういう話がよくニュースで取り上げられているかと。で、今回事例の一つとして挙げさせていただきたいのが、このサリドマイドの事件であります。これは1960年代ですね、くらいに全世界的に非常に問題になった薬害の一つですけれども、日本に限って言いますと、1000人くらいの方が、被害に遭ってますけども、認定としては309という数字が出ています。で、薬害の定義ですけれども、ここを議論しだすと非常にまた大きな話になりますので、一般よく最近言われている薬害の定義として、私が今回ちょっとピックアップさせていただきたいものとしましては、レギュラトリーサイエンスの中におきまして、医薬品による健康被害で社会問題化したものということ、
ということです。あくまでもその社会問題っていうところがまあポイントかと思います。すなわちそのインフルエンザの注射を打ってあの腕がちょっと腫れて痛いとかですね、痛くなったとか、まあ、それそういうものはまあちょっと除外するという考え方ですね。あと風邪薬とかあのアレルギー薬とか、まあ、そういうものを飲んだらちょっと眠くなると、まあ、そういうものはいわゆる社会問題まではいけませんので、ちょっと今回の薬害の定義からは外させていただきます。そして事例の1番ですね、まあ、先ほどのサリドマイド、まあ、これはあの皆さんあのご存知かと思いますけれども、あのまあ1960年、西ドイツの、まあ、そのブリューネンタル社があのコンテルガンという薬であの睡眠薬ですね、というもので世の中に出しました。まあ、それを日本では、まあ、当時の大日本製薬ですけれども、まあ、あのこれをまあ日本に上司したということです。まあ、この中身についてもいろいろ問題ありますけれども、まあ、当時はあの製法、日本には物質特許なかったので、製法特許だけ取って、まあ、日本の市場でまあ製造販売しましたというまあ問題と、あとその安全性という、まあ、いわゆる薬品の精度が必ずしもあのしっかりなされていなかったということで、まあ、このようなあの悲しい悲劇を引き起こしてしまったと。で、私自身はこのまあ、サリドマイドをちょっとあのこの授業を受けてあのこの課題にしようと思ったのが、私自身も小学生の頃、私の母親がですね、まあ、この本をあの読み聞かせてくれたんですね。あの下の本になりますけれども、まあ、辻のり子さんという方が、まあ、セミドキュメンタリーみたいな感じで、まあ、皆さんあの NHK とかそういうのであのかつて見たことある方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、この本を読み聞かせていただいたということで、まあ、そのことも、まあ、思い出しながら、まあ、薬害ということについて今回向き合ったということであります。で、最近の事例としてもう一つ挙げさせていただきたいんですけれども、まあ、あのちょうど1年前になります。ちょうどこの授業を受ける課題を考えるときに、まあ、この事例が起こったんですけれども、まあ、ザンタックって、まあ、GSK から出てくる薬ですけれども、H2 ブロッカーで胃潰瘍の薬になります。皆さんだと日本だとガスタテンの方が馴染み深いかと思いますけれども、まあ、同じ薬です、まあ、その中にですね、まあ、発がん性が入っているということで、まあ、自主回収、まあ、大変な医薬品業界とかそういうところでは医療機関も含めてですね、まあ、回収が行われたということであります、まあ、その中で、まあ、私が非常に問題だなと思ったのが、いわゆる安全安心であるはずのジェネリック薬品ですね、まあ、特許が切れても20年経過しているような薬ですね、社会で使われている薬が、それでも薬害が起こるのかという問題がありますで、もう一つ胃潰瘍は治るんだけれども胃がんになってしまうというところで、一つ注意しなければいけないのが、これはよく最近薬の製造原価を下げるために日本国内ではなく外国、具体的なインドとか中国で薬を作って日本に輸入してくる、まあ、そういうことがよく行われるわけですけれども、ちょっとここで注意しなければいけないのは、例えばその製造国が問題ではなくて、まあ、その化学構造とかですね、そういうところが問題になっているというところだと思います。ちょっとここで化学構造、私は専門学ケミストリーなので、ちょっと化学構造の話させていただきたいんですけれども、ライン詩人っていう構造はこのような形にしておりまして、まあ、赤と青が、まあ、熱とかですね、平時変化とか、まあ、ちょっと必ずしもそういうところじゃなくて、まあ、製造過程でも作れるって話もあるんですけれども、これが合体するとこの NDMA という発がん物質ができるということで、まあ、これが今回のお話なんですけれども、まあ、そういうところで、まあ、こういう話をしても多分皆さん一般市民の方はちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、下に書いてありますように、そのやはり今の化学構造とかですね、そういうことを言われてもなかなか分かりにくいということです。ただそれが発がん性であったり将来そういう後遺症を起こすということは非常に社会的な影響を受けるということは間違いだと、まあ、それが最終的に患者さんの健康被害につながりますし、製薬企業私は産業自体のその負の影響が非常に大きくなるということであります。で、まあ、そういうことで、まあ、今、事例1、サリドマイドの事例、サリドマイドの事例と、残酷の事例、薬害の具体的なものをちょっと紹介させていただきましたけれども、それを受けて、まあ、社会とどう向き合っていくのかということで、医薬品を市場に
新しい薬を社会に上司するためには、まあ、大体このような同社いるかと思います。まあ、国、製薬会社、医師ですね、医師薬剤師、あと国民、その表示を受ける国民のこの4社会かと思いますけれども、まあ、国に言っていますのは、そのまさしくそのレギュラトリーサイエンスを推進してですね、そのような規制科学の下で、まあ、新しい薬、製薬会社が作ってくる薬を、まあ、規制監督する役目かと思います。で、私自身はこの薬関係の仕事をやっておりますので、まあ、この中でまあどう向き合うかということが大事なんですけれども、まあ、特にその専門職である、まあ、技術士とか医師、薬剤師ですね、これも専門職ありますけれども、こういうものが国民と、まあ、患者さんですね、国民患者さんとの間にの媒介者となって、まあ、薬害に向き合っていく、まあ、そういうシステムが必要なんではないかと考えています。で、対処の方法としましては、制度的なアプローチが一つあるかと思います。まあ、これ、薬事法、まあ、やはり薬事法が一番大きいかと思うんですけれども、ちょっと昔の話、2002年の薬事法におきましては、その正反分離といいまして、まあ、作るものと、薬を販売するものというものが、まあ、分けられたんですけれども、まあ、その中で製造を作る製薬企業になるんですけれども、それは非常にその製品に対する企業の責任が明確にされたという改正がなされています。あともう一つ、その市販を安全要件と書いてありますけれども、すなわち新薬を作っただけでは確かに有効性はあるかもしれないですけど、安全性は必ずしも担保はされてないというようなところがありますので、あくまでも市販を売った後、上市した後もしっかりその薬害が起こらないのか、副作用が起こらないのか、そういう監視をする義務が製薬会社に課せられているということで、技術的なアプローチがあります。まあ、これちょっとまた科学の構造が話ができて分かりにくいかと思うんですけれども、まあ、先ほどのサリドマイル1の話、事例1にありましたとおり、まあ、その当時、この S タイプの2体というのが2つありまして、まあ、確かにこの両手、右手と左手、まあ、グローブの関係であるというふうにイメージをされて、されたらいいかと思うんですけれども、ただ当時の認識としましては、そのグローブではなくて、まあ、軍手ですね。軍手は両手はめることができますけれども、グローブは右手と左手、それぞれあります。まあ、それが科学の構造でも実はありまして、まあ、それが非常に悲惨な悲劇をもたらしたということ。ただ、それが日本の科学技術者、まあ、ノイル先生ですね、当時のノイル先生がノーベル賞を科学受賞するくらいのその技術によって、まあ、それを克服したということで、まあ、近年で言いますと、まあ、ここにちょっとフッ素という化合物を入れることによって、この両方矢印書いてますけれども、これが両方矢印いかないような、すなわちグローブの右手と左手を生体内に入っても、その構造を維持して、その薬害を引き起こすであろうその再帰性、これを食いとどめた、まあ、そういう技術が日本の技術者、科学者によって発明されている。まあ、これが、まあ、サリドマイドを防ぐ一つの技術的なことだと思います。そして、まあ、今回私が言いたいことの大きな一つとしましては、人的なアプローチとしましては、この技術士というものですね。これは実は文部科学省が認定する国家資格の一つなんですけれども、まあ、当然実務と高い専門性、そして高い倫理観を持ちました国家資格になるんです。で、法律技術士法というのがありまして、まあ、今回して、まあ、今回大事なのが、この技術士の倫理動向。ねまあ、この青字で書いてます。科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に意識し、というふうに言っているんですけども、まあ、社会の実現に貢献するということ。まあ、こういう倫理考慮が掲げられていますので、まあ、技術士という、まあ、国家資格を持つものは、当然技術、科学技術に貢献することはもちろんのこと、まあ、その上で、その職業倫理としての履行を求められている、法律上も求められている。ところがポイントかと思います。でもう一つ、まあ、技術士 の, これはまあ紹介みたいな感じになりますけれども、まあ、特に製薬、薬関係ですと科学になりますので、大体技術士、日本全国、まあ、10万人くらいいますけれども、まあ、そのまあセミ、まあ、ぐらいですね、セミになりますけれども、ちょっと少ないですけれども、こういう国家資格を持ったものはですね、高度の技術と、まあ、倫理観。そして実務経験ね。ちょっと今回ここはあまり話ししませんけれども、技術士を取るためには、その7年以上の実務経験を得る、ね。そういう試験を受けるだけでも、そういう条件が課せられています。
で最後になりますけれども、私自身の行動としましては、まあ、あの立場を明確にしてですね、あの先ほど言いましたように役員というのは上司しただけでは終わらない、いやそれでは、まあ、役割をしていることができないということに考えまして、まあ、技術者ですね、技術者としてはその最先端の科学技術の習得を進めることが大事だと思いますし、技術士としましては繰り返しになりますけれども、技術者倫理によって、まあ、誠実に行動する、まあ、これが非常に日々の行動で大事なんだと思います。まあ、最後にあの当時の経団連団長土子さんがこういうことを言われています。学理を極めた者には博士という称号が与えられますけれども、その、まあ、学理あの科学をですね、サイエンスを関してもその技術をその産業に応用する能力を認められた者には技術士という称号がある、まあ、このようなことを言われてまして、まあ、このようなことですね、私自身もあの胸に秘めて、まあ、役割とかですね、日々の業務に取り組んでいきたい。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、ただいまの門田さんのご発表につきまして、ご質問あるいはご意見でも結構ですけれども、ご質問ご意見のある方はミュートを解除してご発声をお願いいたします。いかがでしょうか。ご意見でも結構ですし、この言葉の意味は何ですかという、そういったこう基本的な、その用語の定義に関する質問でも構いません。はい、いかがでしょうか。はい、どんな観点でも結構です。いかがでしょうか。あ、すみません、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。私、和歌山県の小西化学工業という中小の製造業で働いている新家と申します。はい。ですね、一つちょっと質問というかですね、ちょっと気になっていることが、ちょっと思っていることがありまして、こういう、医薬品というのは結構その品質っていうのは非常に高い品質が求められると、で我々 の会社とかだと医薬品の原料の中間体とかですね、かなり川上の方ですね、医薬品の原料の元になるようなものを作ったりとかするような立場なんですけども、そういうところで品質を上げていくとどうしても不純物を下げる、品質を上げるっていうことはですね、結構労力を使うんですね。労力を使うっていうことは、それだけエネルギーを使うっていうか、環境負荷が結構大きかったりするんですけども、うん、今後ですね、医薬品のこういうさらに複雑な化学構造とか、そういうものが求められてきた場合っていうのは、そういうところの観点も、医薬品業界とかって必要になってくるのかなと思うんですけども、その辺の見解はいかがでしょうか。はい、門田さんいかがでしょうか。そうですね、やはり医薬品に限って言いますと、いわゆる化成品とかと大きく違うのはやっぱり生命に直結するというところでありまして、まあ、先ほど言われましたように、やはり高い純度が求められるかと思います。で一方で、まあ、今回焦点を挙げさせていただきましたように、それが、まあ、少なからずともその不純物って形で薬品の原薬の中に含まれることによって、その薬害が、酸の薬害が引き起こされるということでありますので、まあ、なるべくっていうのが変かもしれないですけれども、まあ、その開発とか研究の段階で、そういう不純物を取り除く技術も必要ですし、ただやはり肥料となりますと、コスト、当然考えなきゃいけないと思いますので、そこは最終的にその原薬を作る製造会社と製薬会社、その中でまあその取り決めが GMP を含めた、その取り決めが品質を含めた GFP とか言い方もしますけれども、まあ、その中で当然採算取れることが C 企業、1企業です、民間企業ですので、それが前提とはなるんですが、まあ、そういう薬害を引き起こすことがないような、そういう製薬会社とその製造会社ですね、そういう取り決めをしっかり作って、その市販後の体制も含めて、その不純物の管理をするということが大事なんではないかなと考えます。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、ただいまですね、チャットの方に門田さんへの質問が入ってますけど、門田さん、チャットご覧になれます？ちょっと今見れてないですね。ですね、質問はですね、はい、後でちょっとチャットの文章を見ていただきたいんですが、現在新型コロナのワクチンの開発が進んでおりますが、今後薬害が発生するとしてどのようなシナリオや社会的影響があり得るとお考えですかという、そういう質問が今入ってますので、いかがでしょうか。そうですね、ちょっと私が答えるような内容ではないかと思うかもしれませんけれども、そうですね、ちょっと、そういう不良をちょっとしてしまったので、ところもあろうかと思いますけれども、やはり先ほど言いましたように、その3つ、安全性、品質、有効性、これが3つ揃って初めて本来新薬、新しい薬、ワクチン、新型コロナに対する薬に対してもそうだと思うんですけれども、当然上司されるべきです。ただやはり皆さん、この今コロナ禍の中でどういう状況か、今第2波第3波が来ていて、医療も崩壊寸前に来ているという段階で、まさしくそのメリットデメリットですね、この辺はトレードオフの関係に当然なってくるわけですけれども、そこはやはり皆さんで考えて行動しなければいけないということと、私たちその薬を作る立場から言いましても、その今回発表のメインさせてもらったところの責務というのは当然あるわけですけれども、その国民ですね、国民とその利益を受ける患者さん、国民におきましても、やはり興味を持っていただく、関心を持っていただく、今回に限っていただくと、その安全性です、聞くばっかりということに対しては当然裏の関係デメリットも当然享受しなければいけないわけですから、そこを皆さんよくよく考えてですね、行動して、いただくということころが、新型コロナの薬の開発に関しても言えるのではないかなと。はい、ありがとうございます。ご質問いただいた長澤さん、よろしいでしょうか。いいですかね。長澤です。ありがとうございました。すみません。すみません。出先からって大変、チャットでの質問となってしまって大変恐縮だったんですけれども、やはり今、新型コロナウイルスの話がですね、どんどん進んでいて、まさにこう、今の、本日お話しいただいた内容っていうのは、実態をもってこう、なんだろうな、こう、社会の中でこう、議論がされ始めているところなのかなというふうに思っております。その中でぜひですね、考察今後深めていただければなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、他にご意見、ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。質問いいでしょうか。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。総合電機メーカーに勤務している浅野と申します。よろしくお願いします。ちょっと私、この分野全くわからないところもあって、いろいろと聞きながらですね、勉強させていただいたというような感じになってしまって恐縮ですが、一つですね、気になったのは、先ほどの新型コロナワクチンの話でもそうなんですけど、薬とかですね、新しいワクチンとかそういうものに対して結構その世の中的にはアンチワクチンみたいな、いうふうなこう考え方を持っているグループが一定割合いて、その方々が結構ですね、そのインフルエンサーになって、科学的な知見じゃないような情報を使いながら、インフルエンサーになっていろんな方に、はたから見ると悪影響を及ぼしているような、そんなような実態がこうあるような状況で、実際にその、技術士としてその製薬、企業でやられているお立場からどのような形でこうこのいろんな誤認識、科学的には誤認識しているような状況の方々に対して啓発をしていくかっていうところで、何かこう、お考えとか、こういうやり方、もしくは国それ含めてこういう施策が必要だみたいな、何かそういうようなこう観点みたいなのがあれば、ぜひ教えていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、
そうですね、まあ、それに対してなかなか私自身もそれはすぐに答えがあるものではないかと思うんですけれども、まあ、今回発表させていただきました通りですね、まあ、この今4社、国、製薬会社、医療従事者、国民がいるかと思うんですけれども、まあ、今回、特に私は技術士って資格を持っておりますので、まあ、そのようなワクチンに対するアレルギーを持っていらっしゃる方、当然かと思います。私自身もその医薬品関係の業界にいますけれども、その点はやはりしっかり今後も認めていかなきゃならないかなと思うと、まあ、一つその医薬品っていうものは薬だけ、物だけではなくて、これ情報、まあ、添付文書って言い方しますけども、お薬買うと当然風邪薬の瓶の中に紙が入ってるか、あれをしっかり皆さん読んでですね、その中のその情報の中に、まあ、添付文書という言い方しますけれども、その中で何が書かれているかって皆さん読んでいただくという、そういう行動をしていただくのが一点と、まあ、私技術士としましては、やはりその社会と科学の間のコミュニケーターとしての役割があるかと思いますので、まあ、そういうネガティブな考え方を持っている方に関しては、まあ、それをなるべくその緩和するような、コミュニケーターとしての媒介者としての役割ですね、その科学技術を理解していただくというところで納得して、その、まあ、ワクチンなり新薬なり、まあ、そういうお薬を飲んでいただくという、そういう活動も大事なのかなと思います。ありがとうございます。そうですね、ちょっとなかなかそういうこうインフルエンサー、その疑似科学的なところからワクチンはダメだってとか、お薬はダメだって言ってる方に対して、こうまあ、こうきちんとしたこう科学知識の流通経路でその情報を届けると、そういったところのコミュニケーターとしてのこう、義務を持っているというようなイメージで、非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。はい、やっぱり理解していただく、自らが情報を取って理解していただく、納得いただく、その行動が大事なのかな、はい、ありがとうございます。はい、特にその薬、化学物質が見えないだけに、やはりそういう活動が必要かと思います。ありがとうございます。実はですね、私の友人にもですね、そのワクチン会議派の方がいまして、で、どういうふうに説明したらいいかなっていうのを、実は私も困っていたところなんですよ。で、このテーマは非常に重要なテーマだと思いますんで、そういったそのワクチン会議派の人たちにどういう科学的な説明をすれば納得してもらえるのかっていうテーマで、またサイエンスカフェができたらいいなと思ってますんで、門田さん、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すいません、本当に今日のこの新型コロナウイルス の問題の下では、このテーマについてはいろいろとこうもっとこんなことも聞きたい、あんなことも聞きたい、こんなことを考えてほしいといったご意見いっぱいあると思うんですが、すいません、ちょっと時間の制限があるもんですから、門田さんのご発表につきましては、これで終わりにさせていただければと思います。門田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では一旦画面の共有を解除してください。はい、それではですね、次に大江さん、画面の共有の準備をしていただいて、ご発表の準備をお願いいたします。はい、画面の方見えてますでしょうか。はい、見えます。はい、少々お待ちください。はい、では、発表の方に、入らせていただきます。はい、私は、九州大学大学院システム生命科学部の、博士課程3年生の大江と申します。私は、大学が、九大の理学部生物学科の方で、大学院で、まあ、生命科学系 のシステム生命科学部というところに、引き続き、在籍しておりまして、そこで、線虫という、まあ、小さな生き物を使った神経科学、脳科学のようなことを、やっております。で、本日はそれにちょっと少し関連しまして、
脳情報の読み出しという、まあ、技術が与える影響の予測と、まあ、それらが発展普及した場合の、まあ、その、発展普及の側面から考える問題の防止ということで、お時間をいただいてお話しさせていただきます。はい、本日お話しする内容といたしましては、まず私の研究に関連しまして、脳の研究の最前線が、どんな感じかということを少しお話しさせていただきます。で、引き続いて、私の研究について線虫の脳情報の読み出しっていうについて少しお話しさせていただきます。で、でその脳情報の読み出し技術が与える社会的なインパクトについて、まあ、少し予測を、させていただいて、でその脳情報の読み出し技術をどのように扱うべきかということと、STS ステートメントとして私自身個人として何ができるかということについて、少し考えてみたいと思います。で、まず、知ってほしい脳研究の最前線ということで、私は、線虫の神経科学をやっているんですけども、まあ、一応脳の研究に携わるものとして、まあ、少し脳研究のお話をさせていただきます。でですね、皆さん脳の研究といえば、一体どういうテーマが思い浮かぶでしょうか。ですね、巷ではって言っているんですけど、まあ、よく本屋さんとかで置いてある脳の研究の本っていうのはですね、よくこんなことが書いてあります。脳にいい行動、悪い行動ですとか、物忘れをしないようになるためにはとかですね、あとはですね、脳科学を駆使した勉強法、集中法などなど、まあ、こういうことが結構書いてあるんですけども、ですね、実際私たち、ま、脳科学というか脳の神経科学をやっている、まあ、身としてはですね、実際の研究というのはですね、もう少し踏み込んだ面白いことをやっていますよということを少しお話ししたいと思います。で、私たちの、神経科学者の関心としては、実際脳の中で何が起きて、高度な記憶ですとか学習ですとか思考とか判断とか、そういうことをどういうふうにして、実際に神経細胞の塊である脳で行っているのだろうということに興味があります。で、まあ、簡単に脳の説明をすると、まあ、脳は基本的に外界の光ですとか音とか匂いですとか、そういうような情報を、収集して、それを統合して高度な脳機能を行っています。でですね、今世界中の研究者たちはですね、この脳の中でどういうふうに情報処理を行っているかっていうことをですね、脳の領域レベルから神経細胞、あるいは神経細胞を構成するシナプスレベルとか分子レベルで、その脳の情報処理システムっていうものを解き明かそうとしております。で、私はその末端との、その脳研究の、一員として、私は人ではなく線虫という小さな生き物を使った、研究を行っています。今、ここに、動画で映っているのがこれが線虫で、実際の大きさは1ミリほどのすごく小さな生き物です。でですね、この線虫はですね、すごく小さいんですけど、一応多細胞生物でありまして、でもただすごくシンプルに基本的に全身交代しかしないんですけども、で神経細胞はなんと、人が1000億個ぐらいあるのに対して302個しかありません。でただその302個の神経細胞で、実は、学習とか記憶とかですね、あと化学創生とかですね、ちょっと複雑な行動を示すことが知られています。ですので、まあ、そのすごく単純な神経細胞を持つ生き物で、ちょっと複雑な行動を調べることで、複雑なその脳の情報処理っていうのが、まあ、こういうので線虫で、まあ、その一端を解き明かせるのではないかと考えて、私たちは研究を行っております。で、私が行っている、ちょっとすいません進まないですね、研究はその線虫の神経細胞302個の神経細胞のうち、まあ、180個が脳に当たる部分なんですけども、その180個の神経細胞の活動を、
丸ごと計測してその脳の中で起きている情報処理をすべて可視化しようということを研究を行っております。で、先ほどの線虫の、頭を、この特殊な顕微鏡大体ちょっと数億円ぐらいするぐらいの特殊な顕微鏡を使いまして、このようにですね、線虫の脳のこれが一個一個の細胞の活動度を、青から赤までの状態で示しているんですけども、このようにですね神経細胞の活動というのを、丸ごと計測して、でその神経細胞の名前を特定して、でそれを、神経回路の構造がすでに実は分かっているんですけども、それと照らし合わせて線虫の脳情報をすべて読み解くっていうような研究を行っております。で、すみません簡単にまとめます。で、線虫の神経回路で私の研究は線虫の神経回路で行われる情報処理というものを全ての神経細胞の活動を計測することで理解しようとしています。で、人では、神経細胞一個一個を全て見ること1000億個もあるので一個一個を見ることはかなわないので、線虫はその線虫、神経細胞一個一個のレベルを脳丸ごと見るということで、人の脳を理解するための足がかりになると考えて、私たちは研究を行っております。ただですね、人の脳細胞一個一個で見ることはかなわないんですけども、現在の技術でも、解像度は不十分ではあるんですけども、脳情報の読み出し技術、脳情報を読み解くっていう技術自体は、実現しております。例えばですね、よく聞く脳波ですと、もう、こういうような脳波のヘッドセットがですね、実はもう家庭用で数万円で販売しておりまして、誰でも自宅で自分の脳波っていうものを収集することができます。あとはですね、これもしかしたら人間ドックとかでやられたことがある方もいると思うんですけども、こちら MRI 磁気を使った MRI を使うと、脳の、活動というのを、百数十個単位の百数十分の1単位で脳の活動というものを測ることができます。こちらは結構細かく測ることができるんですけども、ただ、自宅で気軽にというのはいかないような大きな設備になっております。でですね、なかなか気軽にとはなかなかいかないんですけども、ただいずれブレイクスルーが起きて、MRI のような精度をこういうようなヘッドセットでできるような時代がいつか来るかもしれません。すみません、すみません、ちょっと話が、すみません、話が少し飛んでしまいました。ですね、例えばですね、その脳情報を読み出すっていうことはですね、どういうふうなイメージかというとですね、先ほどの MRI の脳活動計測データからですね、実は、現在の2011年の研究、こちら研究なんですけども、すでにその先ほどの、計測データから、その人が何を見たかっていうものを画像を再構成することが、可能になっております。こちらが、上の段が実際にその人に見せた画像で、でそれを、機械学習で、その脳の活動情報だけから、こちらの下段のこちら再構成するが動画を、することができます。ということで、こちらの MRI を使って機械学習と組み合わせることで、これだけの精度でその人が何を見ているか何を考えているかということが、分かるようなすでにもうそういうような時代です。ではですね、そういうようなの人その人が何を考えているかとかですね、その人が何を思い描いているかっていうような脳情報を、読み解く技術っていうのがですね、先ほどの、脳波のヘッドセットのようにですね普及するとしたら一体どういうような、ことが、起きるのかっていうことについて、考えていきたいと思います。で、脳情報の読み出しが可能になったとしましたら、本当にインターネットの普及のようにすごく幅広い分野に大きな影響を与えると
と、私は予想します。まずはですね、あの人工知能の開発っていうのが、まあ、人の実際 の, その脳 の, あの思考パターンとかと反映して、まあ、より発達するかと思います。でですね、その人が例えば何を考えているかとかですね、分かるようになるとですね、教育制度というものに大きな変化が現れるかと思います。というのも、例えばテストが入試を本当にする必要があるのかとかですね、あとはその人のものを教えるのが今のように、確率的に教えるのが正しいのかということについて考えなくてはいけなくなります。あとは、人体機能の拡張ということですでですね、その人が例えば右腕を動けと念じて物右腕を動かすように、ロボットアームを動けと念じて動かしたり、足とかを動かしたりとかするようになり、なることも可能になるかと思いますので、まあ、そうなると、まあ、どこまでが人体かということが一つ議論に上がると思います。あとはですね、コミュニケーションも、実際に発話をするっていうことではなく、念じるっていうことに変化する可能性もあります。またですね、まあ、当然ながら、認知症ですとか、まあ、そういうような医療への、まあ、発展が、治療がの発展が見込めます。あとはですね、脳情報っていうのは最大のプライバシーの問題でございます。なので、まあ、セキュリティですとかプライバシーの問題っていうものは、インターネット以上に、考えなくてはいけないことかと思います。あとはですね、司法制度も、見直しが必要になるかと思います。だって脳情報でその人が嘘をついているか本当なのか、それあるいは、その時何が起きたのかっていうのが読み出せるようになってしまうと、ある意味裁判ですとか刑事手続きっていうのが、見直される必要があるかと考えます。などですね、脳情報の読み出しっていうのはすごく社会的あるいは、技術的な非常に大きな甚大な影響を与えることが予想されます。ですので、まあ、まだ普及は早いかとは思いますが、まあ、今のうちに考えておくべきことかなとは思います。で、ただ、まあ、なかなかこういうような、まあ、すごくリスクも大きい技術ではあるんですけども、なかなかやっぱり、利益も大きい部分ですので、まあ、発展普及の流れはなかなか一度開発が進むと止められないかと思います。で、まあ、発展普及の流れを止められないとした上で、まあ、リスク防止のための技術開発の活性化ですとか、まあ、技術をどういうふうに普及させるかについて今議論するべきではないかと、まあ、考えて、まあ、そういうような観点から、脳情報の読み出し技術について考えていきたいと思います。でまず一つは、まあ、リスク防止のための技術開発ということで、一つご紹介したいのが、まあ、先ほどセキュリティですとかプライバシーに大きな問題があるというふうに説明したんですけども、じゃあその脳情報を利用したセキュリティ技術っていうものが、すでに開発されつつあります。で、こちらは、2017年にニュースになっていたものなんですけども、脳波にですね、個人パターン、個人ごとに異なるパターンとか応答がありまして、それを使った指紋認証のような脳波認証っていうものを、ものが開発されています。でこれはですね、やはり指紋のようになかなか偽造することが、まあ、脳波自体を偽造することはなかなか難しいので、まあ、セキュリティ効果としては高いということで、まあ、こういうような、まあ、脳情報自体にはプライバシーの問題はあるんですけども、その逆にその脳情報が個人個人で違うがゆえに、こういうようなセキュリティとして応用ができるのではないかっていうふうな、少しポジティブな、認識もあります。で、もう一つ、どのように普及させるかっていうについて少し考えてみたいなと思ったのが、一つは、一番の懸念としては、そういう脳情報を読み出す技術とかですね、書き込む技術っていうものがですね、ある
一国ですとかある一企業に独占された場合っていうのがなかなか少し怖いなというのがあります。やはりまあ独占されてしまうとそれを逆にそれが悪用された場合に阻止することができなくなってしまいます。ですので普及をさせる場合にその技術のオープンソースですとかあるいは誰もがそれをキットにされて誰もが家でその脳情報を読み出したり書き出したりということがある程度自由にできるような状態を作るのが一つ良いのではないかと考えております。で、まあ、その例として、まあ、一つ印象に浮かぶのが、例えばコンピューターですと、OS で、オペレーティングシステムで Linux とかはですね、あれオープンソースで誰でも開発に参加することができます。で、今では今日では広く使われているものですので、まあ、Linux のようですとかあるいはですね、キットカーで言いますと実は生物科学ではですねすでに遺伝子検査ですとか遺伝子のそういう、切断とか酵素とかですねそういうようなものがキットとして販売されていて誰もが簡単にゲノム編集ですとか少しの機材があれば誰もがゲノム編集ですとか遺伝子操作というものをできるような状態であります。ですので、まあ、そういうようなことを、まあ、おもちゃのようなものを少し増やして、まあ、誰もが脳情報を等しく扱ってで、もし何か悪用されてもそれをすぐカウンターとして開発される技術ができる生まれるような土壌を作るのが良いのではないかと考えております。で、少し、まとめます。で先ほど脳情報の読み出し技術っていうものは すごく広範囲で甚大な影響を与えますと話したんですけどもでも私実はそれ広範囲ではあるんですけども、インターネットが出てきたインターネットですとかコンピューターが出てきた時と同じような問題が多くて広範囲ではあるんですけども実は目新しいものはあまりないのではないかと考えております。で、まあ、そういうふうに考えた上でただリスクは十分に検証したする必要があります。でリスクを十分に検証した上で研究開発をさまざまな分野で複合的にそして企業や研究者だけじゃなくて民間人の力も借りて複合的に行っていくのが、まあ、健全な技術として発達していくのではないかと考えております。ですいません、で私個人 STS ステートメントとして私個人が何ができるのかってついて少し最後に考えてみたいと思います。私は今博士課程3年生で、博士論文を、準備しているところなんですけども、まあ、その博士、課程の学生として、まあ、脳研究の正しい知識というものを一般の人にも、周知していく必要があるなと考えております。で、まあ、いずれ論文発表を行う予定なんですけども、まあそういう自分の研究の情報発信を論文発表だけに限定せずに例えばホームページを科学のトピックを書いているホームページを用意している友人がいるんですけどもそういうの友人に記事を載せてもらったりとかですねそういうような情報発信を論文発表だけに研究者コミュニティに限定しないということを少し取り組みたいと考えております。またですね、私、春から医療機器の研究、メーカーで研究開発を行う予定なんですけども、まあ、その医療機器は、まあ、先ほど脳情報の読み出しに使う MRI とかを作っている、メーカーなんですけども、まあ、その研究開発を通じて、まあ、脳情報を含む生体情報の読み出し技術そのものを発展させていきたいなと思います。で、その、開発現場の人間として影響のその技術の影響の予測と問題の防止策の開発を怠らないで、取り組んでいきたいなと考えております。はい、私の発表としては、以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではただいまの大江さんのご発表につきまして、ご質問ご意見のある方はどうぞミュートを解除してご発声をお願いいたします。あるいはチャットの方に書いていただいても構いません。いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。小西化学工業の新慶と申します。私でね、ちょっと若干分野が違うんですが、最後の方で、その、農地研究の正しい知識をその周知していく、発信されていくというお話を結構聞いて衝撃を受けたんですけど、やっぱ科学者としては、まあ、大学とかで研究するには論文出すっていうのが、その、なんていうか、そういうところにこう、なんていうかな、頭が、言っているっていうか視野が狭かったんかなと思って逆にすごいなと思ったんですけど、こういうことっていうのは大江様がその結構初めてやられるようなことなのか、それともこれまでもそういうことがあったのか、またなぜそういうことをそのやろ脳研究のを周知しようと思ったのかっていうその辺のことをなんかお話しいただければと思いますが、よろしくお願いします。はい、やはり、研究者の中でもやはり自分たちの研究者コミュニティに閉じこもるのは良くないというような動きはありまして、やはり小林先生が取り組んでらっしゃるようなサイエンスカフェとかですね、そういうような取り組みをされている方っていうのは特に人の脳の研究をされている方では特に多いように感じます。で、まあ、私も、小林先生の授業を受けて、まあ、やはり線虫の脳の情報であっても、この情報のこの研究の行き着く先っていうことを考えたときに正しい知識っていうものを一つ周知するべきだっていう意識であるのと、もう一つは、私自身のちょっと危機感として、やはり脳科学っていうものの世間でのイメージっていうものがどちらかというと心理学的ですとか文系寄りのものが多くて、なかなかちょっとテレビとかですとその脳科学的にはとかそういうようなちょっと論調が多いのもありまして、そのもう少しこう科学的というか神経科学寄り の知識っていうものをやはり知ってもらわないと、まあ、この先本当にこの技術が普及した時に少しそれこそあまり周知されていないということがこの技術の危険性を増すのではないかと考えております。ですので、まあ、はい、なかなかやっぱり周知することっていうのはちょっと難しい、いろいろ難しい部分は多いんですけども、ホームページですとか、あとたまに高校生に話すとかそういうような機会もありますので、まあ、そういう部分から、まあ、草の根的に周知をしていきたいなと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他に、ご質問ご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、政策研究大学院大学の菊池と申します。はい、面白いお話ありがとうございました。はい、脳神経科学の分野って脳神経倫理学とかがもうできてたりして割と進んでる分野だと思ってたんですが、一方でデータの倫理規範の話なんか今ちょうど研究も始まってるところだと思うので、そこの統合っていうのはすごいやってる人はあんまり聞いたことなかったので、なんて言うんでしょうね、就職した後もそういう当事者っていうか研究をやりながらそういう倫理だったりそういうルール作りのところに関わっていったり、その分野の研究にもやる人っていうのはあんまりいないので、何ができるのかということの一つには多分こうした分野の研究を進めていくことというのもあるんじゃないかなと思いました。で、まあ、神経科学 の, リサーチ RRI の一つとしてですね、ということをすごく思いましたというのがコメントです。で、あとそう、その前のスライドにあった情報学なんかで結構もう話は出てて、あんまり目新しいものはないんじゃないかっていうふうにあったんですが、これ多分ちょっと微妙で、っていうのはいろいろセンサーが増えて、データの方もですね、センサーが増えて取れる情報が増えたことで、例えば人の評価や選別に関わる利用っていうのは想定されてないものがですね、そっちに利用できるんじゃないかというアイデアが出てきたりして、割とこう今なんかソサエティ 5.0 とかでやってるデータ倫理の話とで出てきてる問題が脳神経科学にもあるんじゃないかなと
思いまして、割と目新しい分野なんじゃないかなと逆に思いました、うん、すみません、両方質問じゃなくてコメント的ですが、はい、というわけで面白かったです、ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、はい、データの倫理に関してちょっと私はモデル生物というか線虫の、まあ、倫理も何もないような生き物を扱っているのはちょっとでなんかちょっと不勉強なところも多いんですけども、やはり人の、脳情報のデータを使っている研究者の方々は倫理現段階では倫理データ倫理についてはしょ相当考えて、そうですね、確か上谷さんとか美馬さんが何か書いてるのを見たことがあるような気がします。ありがとうございます、勉強させていただきます。はい、そうですね、はい、人の評価に脳情報が使われるっていうことに関しては確かにインターネットでは見られなかったことだとは思うので、まあ、そういうある意味脳のその人格とかですね、そういう個性とかっていうものの扱いっていうのが脳情報の生み出し技術に与える影響としては少し文化的な社会的な影響としてはちょっと大きいかなと改めて思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。おそらくですねこのテーマにはいろいろ皆さんもこうお感じになったことがいっぱいあって、例えば私の考えていることを第三者に生み出されるのは嫌なのでそういう研究はやめてくださいとかですね、そういうふうにお感じになっている方も多分いらっしゃると思うんですけれども、すいませんちょっとですねすいません私の不手際でだんだん時間が押してきましてですね、一旦、この大江さんのご発表につきましてはこれで終わりにさせてください、すいませんちょっとまだお聞きになりたいこといっぱいあると思うんですけども、はい、ではどうも大江さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後です、遠山さん、ですね、資料の方の共有の方の準備をお願いいたします。はい、準備ができましたらどうぞスタートしてください。それではスイート社会を考えるというテーマで、発表させていただきたいと思います。遠山と申します。はい、今日の内容ですが、スイート社会とは、まあ、目指すものそれからもたらすものと、実現のロードマップというものをとですね、あと、まあ、実現する上での技術的課題と研究動向というものを、まあ、今出ている資料から抜け出したものをちょっとご紹介させていただきます。で、最後にまあ私ができることというところで水素社会を迎える前にというところでまとめております。ちょっと自己紹介をさせていただきますと、私は大学関係で URA という仕事をしております。で、まあ、一方で社会人大学院でですね政策評価というものをちょっと研究しているところでございます。はい、まあここにもありますようにバックグラウンドは文系でございますので、先ほどご発表されたお二人の方とはちょっと違うところでございます。はい、ではちょっと先に進みます。水素社会とはですね、水素を、まあ、エネルギーとして活用する社会ということでございますけど、まあ、エネルギーと聞きますと、石油や原子力それから太陽光、風力、水力、地熱、波力、バイオマスといったですね、一次エネルギーですね、これらは再生可能エネルギーです。で、まあ、それら変換して得られる二次エネルギーというもの があると思います。で、今ある問題としては、まあ、それが環境破壊、まあ、石油やですね、原子力だったりとかですね、水力だったりとか、それと、まあ、安定した供給の問題、それとエネルギー安全保障、コストの問題、安全性の問題と、まあ、いろいろ挙げればもうきりがないんですけど、さまざまな問題がありますというところでございます。でこの水素社会が目指すものというものは、まあ、バッとここにまとめますと、化石燃料からの脱却というものと省エネと CO2 削減というもので、まあ、具体的なものとしてはこういうふうにですね、燃料電池であったり、発電所であったり、ね、まあ、最終的にはその全く二酸化炭素を排出しないようなところでございます。
になります。がもたらすことしまして、まずはエネルギーセキュリティへの貢献というところで、日本のエネルギー自給率は、東日本大震災後に6から 7% と、ご存じに、化石燃料の供給ですね、大半を中東から輸入しているというところで、何かありますとここが入ってこない、身近なところで言うとガソリンの値段が上がるとかそういうところになると思いますけど、このエネルギー安全保障の観点から、国内のエネルギーの活用、エネルギー先の多様化、多様なエネルギーの活用が、必要になってきますと。で、これについて水素はさまざまな原料から作れますということと、また電力を水素に変えてまた利用できますというところがあります。はい、次に、低炭素化への貢献というところで、CO2 削減というところですね。現状、二酸化炭素の排出量が多い電力発電ですね、から産業、運輸といったところを水素に置き換えることによって、さらに CO2 を排出しない製法のですね、ところで、ゼロエミッションなエネルギーシステムに貢献するというです、ね、もう CO2 ゼロにしていくというところでございます。はい、次にですね、これも大きいところなんですけど、日本の技術力で世界をリードというところで、これは水素燃料電池関係分野の市場規模予測というところで、最終的には2050年に8兆円まで、いくというふうな予測でございます。8兆円というと、あとですね、今、コンビニが8兆円超えだとかですね、ドラッグストア の, 産業の市場規模が8兆円あるとか、そういうところではございますけど、そういったところに成長していくと。あまりちょっとドメスティックによっても国際的なっていうのはつながらないかもしれませんけど、こういったところで、経済産業が発展していくというような、でございます。水素社会のロードマップとしまして、今2020年来てしまったんですけど、2040年にはフェーズ3でトータルで CO2 フリーの水素供給システム確立というところでございます。現在はこういうところですので、実際水素からエネルギーを作るとしても、全く二酸化炭素を出さないかというと、そうではないというところではございます。ちょっと時間の関係で細かいところ、カットさせていただきますけどですね、2040年にはトータルで CO2を出さないような水素供給システムの確立を目指すとしているが、やっぱり技術的な課題が多いというところでございます。で、これも今ですね、水素燃料電池開発戦略という令和元年に出されたものがに記載されている、技術的な課題というところでございます。一つずつちょっと説明は私も専門外ですのでできないわけですけど、パッと見ますとですね、基本的な技術はできているけど、そこで目立つのがやっぱり高耐久化とか効率化とかですね、そういったいかにその性能を上げていくかというような、ところに課題があるというふうに見えます。供給の仕方ですね、貯蔵輸送のことについても、コストの削減とかですね、そういったところに、なってきていると思います。3つ目に、水素を作る技術というところでも、これもですね、耐久性とか、そういったところになっていくと思います。こういったすべてをちょっとワードクラウドになるとちょっとざっとしたので、これはいろんな言葉が出てますけど、ですね、工場とか耐久とかですね、効率とか低減とか、そういった言葉がちょっと大きく現れていますので、そういったところのフェーズにあるというところであると思います。はい、ここまでが私が専門ではございませんので、今いろんなところで出されている資料から読み取ったこの水素のことでございますが、これに対して私が何ができるかというところにちょっと入っていきますけど、日本のですね、分別二酸化炭素の排出量としまして、今見終えている過程、私家からちょっとやってるわけですけど、非常に低くはないというところでございます。で、1人当たりの二酸化炭素排出量の中でも多くを占めるのが電気ですね。家庭からの二酸化炭素排出量の中では、照明家電製品だと、そういうところから非常に二酸化炭素を排出しているというところで、家庭からの排出は電気自動車が多いと、自分ができることとしては、この節電と省エネというところで、この二酸化炭素を減らすということには貢献できるのではないかと
というような、意味でございます。まあ、ちょっと安直なつながりはありますけど、まあ、どのようなことをすれば節電できるかというところで、まあ、小さなことですけどですね、まあ、こういったことをすることによって、地球温暖化加速にも貢献できると。まあ、家庭でやるって言っても、ちょっと自分あんまり電気代がいくらかかってるかちょっと分からないんですけど、今、職場で夏になりますと、まあ、非常にデマンド超過といってですね、大学が契約している電力を超過したっていうのが、いつも超過しそうですというお知らせが来るんですけど、それについて、こういったことを、まあ、冷蔵庫とかないですけどですね、エアコンの電気を下げたりとかですね、そういったところをすることによって、もう明らかにこの電力の消費量が下がるというのが見て取れるのでですね、やっぱりそういう努力の積み重ねが非常にこの温暖化ストップということにも貢献できるということであると思います。はい、それから3つ目にですね、私が仕事としてできることということで、先ほど申しましたようにURA という仕事をしております。まあ、ユニバーシティリサーチアドミニストレーターという仕事なんですけど、まあ、実際に研究する方ではなくて、まあ、研究する研究者の支援という、技術的な支援ではない、研究資金の獲得支援だったり、研究の、まあ、アウトリーチ支援、研究の進捗管理とか、そういったものでを主な仕事としている職種でございます。で、まあ、その中でも私はちょっと特殊でございまして、IR といってですね、大学の、まあ、に関する情報を分析して、大学の経営支援を行うというような、仕事です。分析に基づいた大学の政策の提言というのを、まあ、一つの仕事としておりますので、まあ、そういったところから、まあ、国の政策の動向や、研究者の研究動向を把握して SDGs社会に貢献する研究への具体的支援との、まあ、政策提言ができるのではないかというようなアプローチでございます。ちょっとこれは自分がやってる仕事 の紹介というかですね、まあ、大学内のことなんですけど、大学情報分析 IR 室というものがございまして、まあ各メンバーがいて、そこから情報を集めていると、ちょっとこちらの図がいいと思いますけど、いろんな学内のシステム、学外のシステムから、こういうですね、可視化システムを構築して、それを分析可視化して、政策的意思決定支援やですね、まあ、部局への情報提供であったりとかいうことに活用していますと。主な業務のミッションとしてはですね、大学の経営、そういったその判断の、まあ、データ提供というものでございます。で、ちょっと参考にですね、これゼロエミッションというキーワードがついた論文の発表状況なんですけど、まあ、自分 の仕事としてこういう論文にの分析とかで、ね、そういうこともやっております。まあ、右肩上がりで増えているというところで、一番多いのが、まあ、人口も多いからそうなんですけど、まあ、アメリカ、中国で、まあ、3位が日本という、まあ、いいところにつけていると思いますですね。で、分野でいうと、エンジニアリングという分野が多いと。で、次にエネルギーですね。はい、で、お金を出しているところですね、まあ、アメリカ、やっぱり、そうですね、人口が多いところが多いと思います。JSPS がここにありますですね。はい、次はハイドロゲンエネルギーというですね、ものでも同じように右肩上がりというところで、分系数 のランクも変わらないと思います。こちらはケミストリーという分野が多くて、物理と、材料ですかね、ちょっと先ほどの構成と変わってきますけどですね。で、お金の配分としてはここ JSPS ですかね、がございます。上位はもう大学のところだと思います。はい、で最後に、燃料という水素燃料ですかね、というところで言うともう同じようにですね、右肩上がりでございます。まあ、このような構成、エネルギーが一番というようなところでございます。お金のところですね、資金配分は JSPS になってますですね。はい、というような状況でございます。ちょっと早口でございましたけど、私 のバックグラウンドが、まあ、文系ということでですね、なかなか自分がこの実際にこの技術にどう貢献できるかということはないんですけど、まあ、仕事の一つとして、こういった情報を出しながらですね、まあ、研究者の支援をしていくというところが、まあ、できるところであるところでございます。以上で終わります。はい、ありがとうございました。それではただいまの遠山さんのご発表につきまして、ご質問あるいはご意見のある方はどうぞミュートを解除してご発声をお願いいたします。あるいはチャットに書き込んでいただいても構いません。
かがでしょうか。あ、質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょうど私が所属している会社もですね、水素というよりかはこういう領域に多少、かじっているところもあって、つい最近JR 東日本さんと、あとトヨタ自動車さんと弊社で水素の燃料電池鉄道車両を作ろうというようなニュースリリースを10月に出したんですけど、そういったような取り組みをしています。で、多分この水素の領域って結構垣根が広い領域かなというふうに思ってまして、具体的には先ほどあったトヨタさんの水素技術を鉄道車両に生かすとか、そういったようなところで、新たなこう、企業間連携みたいなのが進みつつあるような、そんなような状況が、あるというふうに思っていてですね、そのいろんな事業分野に対して、この大学で研究されているその水素関連の技術を、要はスピンオフしていくような時に、どういった形でそのスピンオフしていくかっていろんなパターンがあるとは思うんですが、そういったところで例えば具体的にどういうようなやり方がいいのかとか、もしくは企業、我々のような企業に対してどういうようなこう連携の仕方がいいのかとか、なんかその辺で何かご知見みたいなものがあれば、教えていただけると嬉しいです。言われでありますので、一番は大学と共同研究をしていただくということとですね、やっぱり各大学がシーズ集といってシーズを公開していると思いますと、あとはそうですね、先ほどちょっと eLAD っていうですね、政府が外部資金を出すときのシステムを見て、今どういう公募が行われているかっていう情報をちょっと見てみたんですけど、そういうところで採択された大学とかですね、名前が結構出ています。で、そこで中心となっている研究者の先生とかですね、の名前も出てますので、そういったところで、やっぱり一番は大学と共同研究を進めていくというのが、大学側としても非常に今そういうことが求められていますので、大変ありがたいところでございまして、やっぱりそこを政府の国の方もですね、どんどん今推進してますので、いろんな外部資金の中でも、その企業を逆に補助するようなものもあるというところでございますので、まずはやっぱり大学と共同研究というところになると思いますけどですね。ありがとうございます。先ほどの鉄道車両を、弊社と JR 東日本さんとトヨタさんでやるときも、そうだったんですけど、やっぱりこうなかなかその大学が持っているリソースを実際のその、水素車両開発に携わる技術者自体がなかなか把握できてないというような大きな課題もあるのかなというふうに思ってまして、何かそういうところをこう政策とか研究の連携したい研究テーマみたいなところがこうディストリビューションされるような仕組みみたいなのがさらにこう充実化するといいのかななんて、すみません、企業側の目線で質問してしまったんですが、そんなことを感じながら非常に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に、ご意見あるいはご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。遠山さんは国立大学 の URA をなさっていらっしゃいますんで、URA のお立場でこういうことはどうですかとか、そういったご質問も あったらよろしいかなと思いますけどね、いかがでしょうかね。そもそも URA ってどういうお仕事をされるんですかとか、そういったご質問でもいいですけどね。ございませんかね。その遠山さん、その URA の立場で特に例えば水素エネルギーは重要だなとか、あるいは他の再生可能エネルギーが重要だなとか、そういった URA としてのご判断で、大学の中でですね、その研究者に働きかけるっていうことはあるんでしょうか。そうですね、いや私が何が重要かっていうのはなかなかそれでは
まあ、あの進めるということはしないんですけど、やっぱり先ほど申しましたね、政府 の国の動向とか、あのですね、どういう補助金が出ているかとか、そういったことをもとに、大学内にマッチする先生がいるかということで進めていくとか、そういうふうにはなると思います、ね。うん、ありがとうございます。はい、他に、ご意見ご質問等はございませんでしょうか。なかなか大学で URA のお仕事されている方に直接お話をこう聞く機会ってまだねそんなにはないと思うんですよね。制度として始まってまだ10年経つか経たないかぐらいですもんね。そもそもどういうお仕事をされてるんですかとか、まあ、ちょっとね、そのご説明していただくと、結構時間がかかっちゃいますから、またそれはまた別の機会にと思いますけれども、はい、もしですね、特にもうご意見、ご質問等ございないようでしたら、これ、遠山さんのご発表につきましては、以上で終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、遠山さん、どうもありがとうございました。皆さんどうも九州大学のですね、大学院生の皆さんも修了された方もいますけれども、の3人のですね、SKS ステートメントのご発表を聞いていただきました。本日は土曜日の夜にですね、このサイエンスアゴラのにお集まりいただきまして、ありがとうございました。全体に対して何かご質問あるいはそのご意見等ございましたら、最後ですけれどもいかがでしょうか。なかなかどのテーマもですね、深く掘り下げると多分全部1時間以上時間を取ってもこう終わらないようなテーマだと思いますので、そういう観点ではな、また別の機会にですね、こういったSTS ステートメントセッションですとか、あるいはサイエンスカフェという形で九州大学のですね、院生の研究をですね、どんどんこう社会に向けて公表していきたいなというふうに思っております。